ボーカロイドっていう曲を作ってる人たちと聴いてる人たちがなんか同じ位置で目線で集まってくる、同じ立ち位置で立場なんだろうね。ミクが最初だったんです。ミクの音楽が最初だったんです。ありとあらゆるものを作る。いくつもあるんですけれども、最初の1週間がまず一つの期間だったと思います。それまでは、カバー曲を歌わせるのがやっぱり普通でした。今まであった日本の歌謡曲など J-POP などを歌わせるのが最初でした。多分1週間2週間これ調べれば分かりますけど、ホワイトレターっていう最初のオリジナル曲があります。でその後でもうオリジナル曲をミクに歌わせてニコニコ動画に投稿するという大きな流れができます。初音ミク自身の物語をそのオリジナル曲で歌わせるという大きな流れがその後にやってきます。そしてこれをはじめとして恋するボーカロイドとか、初めての音とか、そうしたいわゆるキャラ戦って日本語で言いますね、そのキャラクターを、主人公にした、つまりミクを主人公にした歌というものが、大量に投稿されるようになります。だけど初音ミクにはそれがなくて、で それをみんなが作り上げてしまったんです。でそうしたところでミクのアイデンティティ、実を言うとミクのアイデンティティというものもユーザーが作り上げたんです。そして次の大きなターニングポイントはメルト。メルトはごく普通の、まあ、ミクの設定16歳の女の子なんですけど、16歳の女の子の恋の歌です。であれは別に先ほど言ったミクのキャラソンではない、初音ミクのアイデンティティを歌った歌ではない。そしてその後はもう本当に一人の歌手というのが、そうですね、歌手としてありとあらゆる歌を歌うことが可能になった。日本でもなんかその日本ではボーカロイドで曲を作ることを調教するっていいますね、はい、でもあんまりこう調教するっていうのは動物に芸を仕込んだりするようなことで使われるんで、実はそれで一大騒動があったんですよ過去に。一大騒動、はい、ボーカロイドニャッポンって SNS でもう大論争が起こったことがあって、そのミックで曲を歌わせることにどういうその動詞を使うか、まあ、形容詞とかどういう詞とかどういうのを使うかっていうので大論争が起こったことがあってで今では調教っていうことが定着してるんだけど、ある一定の層は結構大きな層で、その、声を調整する、調整っていう言葉を使ってるグループも結構あるんですね。でまずでそれから、ミクの出てホログラムのライブとドキナマの違いは、まずその作り手が直接見れるっていうところはやっぱり大きくて、で生のライブは MC があるんですね。でボカロ P がその時にこの曲に対しての思いだとかどういう人なんだろうっていうのがちょろっと見えたりとか、そういうのがあるのが息遣いというか、そういうのが見えるのが、ポジションが同じなんだとか、なんかライブとかお店とかだったら自分は受け側だけど、はい、はーっていうこのなんか上下じゃないけど立ってる位置が違う。だから本当オンダステージとオーディエンスみたいな感じだけど、でもここに来るとみんなが、まあ、お客さんだから同じなの。